はい、そうです。えー、4.6両国大会の現地民の感想、パート2いきたいと思います。はい。前回は第0から第4までやってましたんで、えー、第5試合以降、やっていきます。はい、よろしくお願いします。えー、では次、えー、続きましてですね、第5試合、注目の IWGP タック選手権試合、いきます。はい。注目の IWGP タック選手権試合。はい。 えっそんなえそんなに注目でしたとかって思った人いたらえー、ぜひ私のこれまでの動画全部1から100までこう見てくださればわ、えー、かると思うんですけども僕がなぜこの IWGP タッグ選手権試合を注目のとつ、えー、けるかと言いますと注目の IWGP タッグ選手権試合はいすなわち この IWGP タック選手権試,験試合でのお客様、観客の席の離脱率はどんなもんだったんでしょうかっていう、そういう視点も込みで注目の IWGP タック選手権試,験試合。はい。まあこういう風なテーマがあるので、えー、僕の場合はこの IWGP タック選手権試,試合は注目のと付けさせていただきました。 はいまあ、っていう風な感じですね。まあ、実際、まあ、この IWGP タッグ選手権に関して、この観客の離脱率、まあ、どんなもんなのかなって多分気になってる人は、まあ、少なからずまあ一定数いるんじゃないのかなというふうに思いましたので、えー、まあこれの、えー、答えをですね、えー、お伝えしようと思います。はいはい、で、実際のこの IWGP タッグ選手権試合のお客様の 離脱率僕の肌感ですがまずまずの離脱率だったかなっていうそんな感じですねはいやっぱり、まあ、予想はしてたけどもえー、結構なお客様が、まあ、席をちょっと動いてたかなっていう感じですね一番結構そのピーク的な感じだったのが、えー、この前の第4試合のジュニアタックこの試合が終わって でカン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 カーンってゴング鳴った瞬間に、えー、席を立つ人が結構多かったっすねはいだかこれってこの試合終わった後にあ IWGP タックだからあよし今,今がチャンスみたいなそんな感じでなんか第4のあのジュニアタッグが終わった後にあのに席立つ人が多かったですね、うん、やっぱこれって、まあ、その次が IWGP タックっていうのもあるしこの,の IWGP ジュニアタックがねすごかったんですよ あれで、ちょっと一息つこうみたいな。なんかそういう意味合いがちょっと強くなっちゃって。うん。この IWGP ジュニアタックがめちゃめちゃ白熱したっていう風なところも、えー、今回のこの IWGP タックの離脱率に、まあ、かなり影響したかなっていう風な感じですね。あのジュニアタックが滑ってたら、もうちょっと、うん、このお客様のこの離脱率っていうのは、多少は緩和できたかなっていう。まあそんな感じでどうすかね。はい。 でままあ、まあこんだけ散々行ってきましたけども僕は、えー、なるべくその試合中にねトイレってあんまり行かないようにしてるので僕はもちろん、えー、トイレには行かないように、えー、もうし、えー、全部試合始まる前に、えー、もう要はもう済ましてきましたんで僕はトイレには行きませんでしたよはいなんですけどもなんか途中でめちゃめちゃ小腹が空いてしまいましたですねはいあなんか食いたいなと思って。 ちょっとなんか、トイレは行かないけども、なんか、売店で何か買ってこようかなと思って、はい。なんで、この第5試合が始まって、始まるときに、トイレじゃないですけども、なんか、なんか売店で買いに行こうかなと思って、売店で何かを買うっていう目的で、ちょっと一瞬離脱したんですよね。はい。まあ、決してトイレではないですけども、はい。まあ、売店ぐらいだったら、まあ、多分このペースだったら、あ意外とすぐ買えそうかなと思ったんで、まあ、行ってみたんですけども、 あの実際のところ今回はね、両国って結構トイレは結構あちこちにあるんで、えー、で、あとトイレのスペースも広いんで、トイレの渋滞っていうのはなかったっすね。はい。なんですけども、あのビールのね、ビールの列が <laughs> めっちゃ並んでたっていう感じですね。 はい。なんで今回に関しては、まあ、トイレの列が目立ったっていうよりも、えー、ビールを求む、えー、アルコールを求む観客の列っていうのが目立ったっていう、そんな感じのこの IWGP タック選手権時代やったかなっていう、まあ、そんな感じですね。はい。 まあそんなところですね。まあ、そんな感じで、えー、まあ僕もちょっと小腹,をす小腹が空いたんでね、あのポテチ買って、ポテチ食いながら、えーえー、見てましたっていう、まあ、そんな感じだったんですけども。はいでまあ、試合は、まあまあ、いつもの IWGP タッグだなっていう、まあ、そんな感じの試合だったですね、はいあ。でね、一応この入場シーンとかはまあちょくちょく見てたんですけども、後藤弘樹選手の後藤弘樹選手 選手がコールされてる時のちょっと歓声はなんか今までよりも、うん、ちょっと上がってたなっていう感じでやっぱりこれニュージャパンカップの、えー、後藤旋風効果っていうのがなんかその余韻が、うん、まだ、うん、この両国までこの後藤宏樹に対しての余韻が少し残ってるのかなっていうそんな印象を残ったっていう感じですね、はい、でもやっぱりこのままやっぱ毘沙門で続いていくと、うん、結局後藤って もう IWGP を巻くチャンス、IWGP ヘビーを巻くチャンスって、まあもうないよねっていう、まあその現実をこう見せつけられるというか、まあそんなのはちょっと思ったってどこですかね。はい。まあそんなところっすね。はい。で、まあこの試合も、まあ地味に結果読めないっちゃ読めないですよね。まあどっち上がかっても、 あの、いいようなスタンスだったんで、ただまあ、これはなんとなく毘沙門かなと思ったら、まあ、結局毘沙門の勝利っていう風な感じだったんですけども、うん、でもね、なんだかんだで思うんすけども、うん、まあこの毘沙門の勝利、まあ率直に思うのは、もう毘沙門はよくねうん。毘沙門もうよくね毘沙門もうお腹いっぱいじゃねっていう、まあそんな感想に毎回なるのはもう、 うん、この IWGP タックとこのビシャモンのもう宿命がなっていう、まあそんな感じってどうですかね。はい。はい。まあてな感じで、まあビシャモンの勝利で終わったわけなんですけども、で、さっきあの、ツイッター見てたら、バックステージで上村選手が現れたみたいで、で、次上村選手がなんか挑戦表明するみたいな、なんかそんな感じですね。まあ動画ちょろっと見たんですけども、ちょっとなんか笑えましたけどもね、あれなんかこのやりとり大丈夫かみたいな。 うん、まあ簡単にこう再現すると「よしよしさん次僕に挑戦させてください」うんいいよやってやるようん俺とごっちゃんでうんお前のああ心,心意気ああ見せてもらおうじゃねえかうんただお前がいくら行ったところで。 オフィスが、なんて言うかわかんないけどもな。うん。ただ、俺たちは、俺とごっちゃんは、うん。いつでもやってやるよ。まあ、みたいな、まあ、こんな感じが、やりとりがあって。うん。まあ、次、上村太一 VS 後藤義彩。まあ、こんな感じってどうですかね。はい。なんで、上村選手は次、KOPW と、えー、IWGP タックの二刀流っていう感じですか。うーん。 まあそんな感じでどうですかねはい、以上です。はい、で、この試合の後にですね、な,なんとびっくり、スーパージュニアの選手発表来ましたね、これ。いや、まさか両国で来るとは思わなかったっすね。だから両国のこの VTR サプライズは、僕は G1 のスケジュールだと毎年思ってたんですけども、G1 のスケジュールは4.3で発表されたんで、なんで、 でこの間の後楽園で発表したっていうのは、あなるほどな、スーパージュニアの選手発表を両国でやるから、あそういうことかと思って。いや、でもね、やっぱりこの選手発表、うん、これをやっぱ会場でやるっていうのはやっぱいいっすね。この選手発表される時の、あの、うわーっていう歓声、あれでその選手に対しての,その期待パラメータみたいなのってある程度わかるじゃないですか。か今回意外と多かったのは、 ティタンの発表あった時にすげえ声援あったっすね。はい。まあ、それがちょっと意外だったっていう風なところと、あとはまあ、ね、今回の、えー、今トレンドにな、トレンドになってんですかね。まあ、かなりまあ注目されてる、ニンジャマックハヤタ。うん。いや、ハヤタ選手はなんか、今年あたり出そうかなっていう気配あったんですけども、僕はね、ニンジャマック、ニンジャマック来るのはび,ちょっ,とびっくりですね。 忍者マックって今まで新日本とほとんどなんか絡むような感じがなかったんで、新日本プロレスは多分忍者マックのことをそんなに評価してないし、忍者マックにそんなに需要を感じてないのかなとか思ってたんですけども、あらびっくり、忍者マック登場すか。はい。まあそんなところっすね。なので、まあこれを見る限り、今のノアジュニアの中でやっぱり、 うん、一番その需要が高いなと、やっぱり評価されてるのは、忍者マックと早田っていう、まあそういう感じでどうですかね、はい。まあそんなところですね、まあこれ、たられバの話になっちゃうんですけども、僕は原田大介選手がもし引退してなければ、原田選手はいつかスーパージュニアに出てほしいなって、うん、今までずっと思ってたんですけれども、はい。 まあそんなところを、まあいろいろね、ちょっと感じるところがあった、えー、スーパージュニアの選手発表という、まあそんな感じでどうですかね。はい、えー、以上です。はい、まあというふうな感じで、残りの試合もですね、まだまだたくさんネタがあるので、えー、残りあと2本ぐらいに分けて動画上げていきますんで、えー、また随時上げたらよろしくお願いします。はい。では今回は一旦この辺で失礼する前に、結局今回何を言いたかったっていうと、 今回のスーパージュニアの選手発表で、みんな忘れてるかもしれないですけども、櫛田がいないんだよ。この櫛田がいないことに関して、誰か突っ込んであげようぜってこと。